みんなで遊んで楽しめるネットとリアルを融合したゲームの祭典東海議2016。ゲーム実況やゲーム大会、古今東西のゲームに加え、今回は音楽ステージ、フードコートなどが追加され、さらにパワーアップ。東海議2016、1月30日、31日、幕張メッセで開催。チケット好評発売中。ごきげんよう、キリンと申します。あなたの Nintendo 3DS をニコニコカラーにアレンジできるテーマをご紹介。参加アーティストは黒猫、MSS プロジェクト、マフマフ、ベルリリなど盛りだくさん。購入方法は簡単。お手持ちの 3DS のホームメニューからご覧の手順でお試しあれ。ついでに私のテーマもあったりする。 3DS ニコニコもよろしく。ウェブの才能が集結した新レーベル誕生。カドカワブックス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 。10月10日創刊。ついに私もアニメになったか。原作小説がこれだけ売れているからな。桜子さんの足元には死体が埋まっている。最新刊も読みたまえ。君が骨になる前に。去年もね1回遊びましたけれども、はい、2016年初頭発売予定となっております、はい、カプコンさんのバイオハザードアンブレラコアを、4人マルチプレイをまたまた遊びたいと思ってます。よろしくお願いします、はい、楽しいですからね。そうなんです、はい、で今日はですね、人気実況、前もね来ていただきましたけれども、小島店員さんをお迎えして、4人マルチをやり通すんですけれども、ね、小島さん、はい、この後3幕目の放送が生放送があるということで、売れ子か、途中で抜けます。大忙しか。わー、大変。途中で抜けて、はい、結構距離がある別のスタジオに行くので、はい、ぶっちゃけ次半蔵門スタジオだね。そう、半蔵門に行くので、はい、次間に合うかどうかがね、結構わかんないですよね。向こうのスタジオ、向こうのスタジオでヒヤヒヤしてたね、はい、そうです。なので、はい、ぜひこの放送見てもらった後、そのまま小島さんのも見ていただいて、本当に間に合うのかどうかも含めて気になる、はい、じゃあ二窓でぜひ皆さんお楽しみください。そうですね、はい、よろしくお願いします。というわけです。というわけで、自己紹介はい、どうもブンブン丸でございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、そして3代目ゲーマー先生の
です。よろしくお願いします。はい、ファミスの林です。お願いします。お願いします。で今日はですね、あのゲストの方にも来ていただいておりまして、うん、はい、早速なんですけれどもお呼びしたいと思います、カプコンから、バンス・ジェームスプロデューサーとそしてゲストプレイヤーとして小島隊員さんです、はい、どうぞお願いします。ここで、はい、席替えしながらお呼びしたいと思います。はい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 ジェームさん、軽く自己紹介していただけますかね。はい、あのカプコムのプロデューサー、バンス・ジェームスと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。そしてはい、そういうことでプレーボール小島店員です。今日はぬるっと入ってきましたということで、まあ、この後もバイオハザードするんですかね。今日は1日バイオ漬けで楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ジェームさん、先日お子さんが、はい、生まれました。はい、あ、そうなんですか。無事に。そうそうですよ、はい、おめでとうございます。生配信やってる場合じゃないですか。おめでとうございます。頑張ります。出てる場合じゃなかったから。頑張ります。ありがとうございます。もうパパになったってことですね。はい、いいですね。無事なんですね。はい、素晴らしいですね。はい、頑張ります、はい、頑張ります。何を開発もパパも頑張ってきたんですけども、あの最初ですね、あのジェームスさんに改めてあのアンブラコアの説明をちょっとしていただこうかなと思うんですけれども、そうですね、初めての人もいますもんね。はい、お願いします。パワポが出ますかね。はい、バイオハザードアンブレラコアでございます。はい、次お願いします。どういったゲームかと言いますと、我々コンペティティブシューターと呼んでまして、日本語に置き換えますと競技用シューター、あの対戦型シューターと言っても、はい、おかしくないですね。まあ対人戦のゲームとなっていまして、いろいろちょっと面白い工夫を考えてまして、提案していますので、次のスライドをお願いいたします。まずは、通常 の, そのミリタリー系のシューターのみならず、バイオハザードのゲームとなってますので、当然ながら、感染者、まあ、別名でゾンビが、いまして、このゾンビの動きによっては、通常の、対戦ゲームと全くあの味が異なる、ドキドキ、まさにバイオハザード感があるかと考えます。動きがランダムですからね、ゾンビは。そうですね、もう読めないですからね、動きが。そうですね、予測不可能、うん、障害物にもなるし、盾にもなるし、はい、そうですね。コメントでゾンビが仲間になるのかと来てましたけど、どっちのなんだろう、両サイドの敵なんですね、ゾンビ。あくまでもそうですね、あくまでも、あの対人戦となってるんですけど、いろんな形でゾンビが、その戦いの中に、絡んでくるような、うまく利用することもできるので、そうですね、はい、うまくプレイヤー次第なんですよね、はい、そのゾンビをどう使うかみたいなのは、はい、その通りです。はい、はい、次のスライドお願いします。はい、これは基本の操作説明となるんですけれども、TPS に、そうです、慣れ死んでる方はすぐ分かると思うんですが、撃て、走れ、撃て、その通りですね。はい、分かりやすい、はい、はい、あのその通り、すごい分かりやすいように、できてまして、なので、その基礎がすごい入りやすいですね。敷居が低いかと思うんですけど、まあ、後ほど見ていただくと思うんですが、奥が深いゲームだと、考えておりますので、ぜひ見てください。はい、次お願いします。はい、まずは、カバーがありまして、まあ、通常の TPS ではよくある、アクションなんですけれども、こちらのゲームの特徴としては、そのカバーは、デジタルではなく、隠れるか出るという2つの選択肢ではなく、アナログトリガーの押し加減でどれほど出るか、どれほど自分の身を出すかというのは簡単に調査、調整できますね。はい、で出せば出すほど照準が、渡りが、当たりやすくなるんですけど、なのでそのバランスですね。あ、なるほど、はい、ちょっとしか出ないとブレちゃうってことなんですね。そうですね、まあ、こちらのゲームの開発スタッフの、大半はサーバーゲームがすごい好きで、そういったような要素を入れてまして、チラッチラッって感じですね。そうですね、ただし、まあ、マニアックすぎるとはあまり良くないと思いますので、操作は非常に簡単ですね。はい、次お願いいたします。はい、先ほどありました通り、はい、ゾンビは仲間にもなるっていう、はい、ゾンビ、ある意味での仲間になるんですけれどもゾンビは、まあ、ゾンビの武器といいますと歯ですね。で、あのタイミングよく、盾を使うと、自分のシールドを持っているんですけど、これを使うとゾンビが噛みつくんですね、警察犬のように、その時に、このようにシールド、
盾として使えます、うん、ゾンビこれ噛んでますことは一番幸せな瞬間でしょ、ゾンビからしたらよっしゃーって言ってずっと噛んでるみたいな、これよでは、ね、でも硬いなみたいな、そう自分の身も守れることもありますし、ゾンビの群れに隠れる場合もそうやってゾンビを持つと相手にそうですね、かじられてるからってやられるわけじゃないじゃないですか、そうですね、はい、だ結構なんか噛まれたふりしてずっとこうゾンビの集団の中に隠れてればもう自分がゾンビに守る、長すぎるとバレるんですけど、はい、次お願いいたします。はい、でゾンビは実はですね、通常のゲームとかなり違いまして、すぐ襲ってこない設定となってまして、はい、なぜかと言いますと、はい、各傭兵の背中にゾンビジャマといったものがありまして、うんうんうん、これはある、化学を使っていまして、ゾンビは一応、見えてるんですけど、うん、その餌としては見とれてない、うん、同じゾンビだなみたいな感じで、そうですね、あのゾンビちょっと強いなぐらいに匂いがいいゾンビやなと、あの服欲しいなみたいな、かっこいいなまさかのね、はい、俺も銃装備したいなみたいな、はい、となってるんですけれども、はい、こちらのジャマは背中にありまして、はい、なおかつかなり脆いんですね、はい、その超化学っていう設定になってるので、その開発途中みたいなもので、安定してないですね、なのでこれが壊されると一気にゾンビが、うん、に見られてしまうんですね、餌として襲ってくるので、餌だったのかみたいな感じすぐなっちゃうんですね、はい、あえて相手チームのゾンビジャムを狙うのもありますし、うん、それが不意に撃たれてしまうというケースも多くありますので、うんうん、普通の対戦ゲームと違いまして予測不可能、このゾンビが、うんうん、生き延びてもゾンビジャムが壊れてて死ぬみたいなことが結構ありますよね、はい、そうですね、はい、その通りです。また、ゾンビを撃ってたら気づかれるので、うんうんうん、普通の内屋の中にゾンビが紛れてしまうと、うん、突然襲ってくる場合もありますし、さっきのようにゾンビをわざと撃って襲いかかった瞬間に盾に持ち帰るという技もあります、はい、次お願いいたします。もう一つの こちらのゲームの大きな特徴なんですけれども、うん、近接戦をメインに、作ってあるんですが、はい、近接戦といいますと白兵戦用の武器ですね、うん、銃だけではなく、うん、でこのザンビバイルというものがありまして、はい、多分山登りで似たようなものを見てるんですけど、うん、すごい痛そうそうですね、まあ、ゾンビは倒すのに、頭脳を攻撃すればいいという説があるので、はい、そのようにこのフックという形になってますね、フックで頭を砕こうと、そうですね、ゾンビをやるようなんですね、そうですね、うん、まあ、こちらのゲームの傭兵が、はい、身にまとってる他の武器も、うん、結構療養性があるものが多くて、うん、もうこのゾンビがいる前提で、この場所に入り込むので、うん、準備万端という感じで、ゾンビバイルを持っていくんですけど、うん、これですぐ一発でゾンビ倒せます、はい、なるほど、はい、分かりました、はい、じゃあ次お願いします。はい、で今日遊んでいただくルールなんですけれども、はい、ワンナイフマッチという、これまた特徴的なルールとなってるんですけど、はい、リスポーンがないということです、うん、倒されましたら終わりということですね、うん、まあ、上から、マップに切り替わりまして、はい、同じチームメンバーにいろいろアドバイスができるんですけど、うん、これで、5本戦で、うん、早めに3本取ったチームの勝ちとなります、うん、はい、よし、やるぞ、わかりました、頑張ってみてください、負けないぞ、で今日は前回と同じく、はい、アンブレラ研究所地下ステージ、はい、でやるステージですね、狭めなところですよね、うん、はい、そうですよね、まあ、狭いけども高低差もちょっと1階2階があって、うん、割と戦力性もあるので、はい、まあ、2階だったらちょうどいいですね、そうですよね、はい、というわけで早速いっちゃいますかね、おし、じゃあプレイしましょう、はい、行きましょう、もう一人ですね、プレイヤーがいまして、はい、前回と同じく、週刊ファミ通の、デデオ、またあいつか、はい、デデオです、ファミ通のデデオさん、デデオです、お願いします、こんばんは、お化けですね、やっぱゾンビかなって思って、もういいよそれやっちゃうぞ、はい、巻いてるから、まあ、やろう、週刊ファミ通のゾンビ担当のデデオです、はい、お願いします、もうバイオですもんね、席替え、席替えしましょう、はい、はい、俺どっちだ、ですね、しーちゃんブン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 、俺のところ、こっち、了解、はい、よし、前回すごい負けちゃったから今日は負けませんよ、やるぞ、そうですよね、そうですよね、うん、頑張るぞ、移動しながら説明しますが、今回も帰り陣してくれる、チームワークですね、行きましょう、バイオ好き同士で行きましょう、行きましょう、今日はですね、ブンブンとしーちゃんチーム対、小島店員デデオチームというふうになってます、はいはい、3分間かける3セットで勝敗決定、ステージは先ほど言った通りアンブレラ地下研究所地下ステージとなってます、はい、どっちが勝つかはちょっとアンケートで決めたいんですが、
今視聴者の皆さんがですねこれからのアンケート見事合ってますと、うん、今ジェームさん他みんなつけてますけれども、はい、このピンバッジ、いやこれかっこいいっすよね。これを抽選で5名様かっこいいプレゼントしたいと思います、うん、というわけで、グッズがもらえるように応援していただきながらいい、アンケートいきますか、はい、OK ですか。じゃあアンケートいきましょうか。はい、これ当てないとこらないですか。当てないとダメです。どっちが勝つか、どっちが勝つかですよ。どっちのチームが勝つかをズバリ。でもこれ分かんないね。いや分かんないですね、これ多分いい勝負だと思うんですよ。プレゼン済みなんですよね。おう、そうなんですね。これ多分選ばれたら今日初めてなんですよ。なんだお前、役立たずのカスか。やだやだ、ベンベンさんね、負けるとね、煽ってくるの。仲間なのに煽ってくるのがやだ。大丈夫か。そうですね、でも小島さんも上手いですからね。ああ、前回やってますから、やっぱりバイオやってますんで、両足にはならないですけど、もう早速小島が強いから早速結果が出た。ちょっと我々やばい。おお、小島ちゃん、何ですか、小島さんのテネオチームが結構これ結構プレッシャーさ、プレッシャーさ、68%期待に応えないと。やだ悔しい。バイオちゃん負けないぞ。みんなでバッチ欲しいもんね。バッチ欲しいですね。みんなでバッチ届けよう、頑張ります。これぜひみんなコメントしてくださいね。コメント書いてくれるとですよね。そうそうそう、はい、そうです、お願いします。じゃあ行きますよ。コメント書かないともらえないんで、行きましょう。はい、行きましょう。吉井先生頼むよ。頑張ります。さあ今回は勝つと、前回これで負けましたからね。そうでしたね。期待されて、まあ、ある意味デデオにかかってるかもしれない。うわー、そうです。まず1戦目しっかり取れるかどうかですよね。そう、しかも小島さん途中でもう出なきゃダメだから、そうです、ね、負けると負けっぱでもう出るしかないみたいな。もう本当になんか辛い気持ちで次は、ね、気持ちいい気持ちで、ね、そうですね、送り出してあげます。いい気持ちで、ありがとうございます。さすがデデオさん、優しい。さあ、じゃあ解説をジェームさん、ぜひお願いします。ここは慎重にまずいきますか。どうしますか。まあ、始まる時にどう攻めていくか、そのシンブルでも伝えられますので。そうですよね、最初に決められるんですよね。はい、なのでボイスチャットでも伝えてもいいし、例えば外国のプレイヤーと遊んでる時もシンブルを使ってコミュニケーションを取れます。ちなみにこれプレイ人数は最終的にどうなりそうですか。今まだ言えない感じですか。ちょっと言えないですけど、はい、うん、まだ言えないですけど。まだ言えない、なるほど。でも、まあ、もちろん2対2以上のプレー人数には当然なるんですよ、はいはい、今は2対2でやってますけども、はい、もうちょっと多い人数でも当然できるようになる。そうですね、でマップのサイズはそれぞれ用意してまして、はい、こちらはどっちかといいますとミディアムのサイズ。あ、これちょっと真ん中ぐらい、中間ぐらい、ね、実は3対3でこちらでやった方がもうバランスは完璧だと思うんですけど、はい、逆に言えばこれよりも狭いマップもあります。あ、これは落ち橋ですね。さあ、落ち橋です今、はい、スピーディーな近接戦にスクリーンを集中しているので、拳銃でも有力の武器として使える。ハンドガンとかでもいけちゃう。普通のゲームだとは無理やで使いたくないですけど。なるほど。そして今画面は小島さんの画面ですよね。ほふくして、ほふくして2人ともほふく中、チームプレーをやってます。チームプレーしますね。相手は上かもしれません。そうですね、まだ全然遭遇してないですよね。そろそろ時間だから、そう、時間来るんで。時間来るとね、やっぱり第一戦目大事なんで、結構お互い様子見合ってますね。これ残り1分になるとあれなんですよね。そうですね、そのレーダー解放っていう仕様になりまして、はいはい、お互いどこにいるのが分かるような。今やった邪魔、邪魔破壊、邪魔破壊。オッケー、いや、じゃあすいません、プレードで引く。階段を攻めてるんですけど、はい、この時に逆にこの横の壁を登ればいいんですね。あ、先のバエルは壁のボリュームにも使えるので、はい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 、この横です。あ、いた。バエルに行った、バエルに行った。あ、届かず。みんなコメント、応援コメントください。応援コメント。任しとけ。そうですね、あんまりゾンビジャーマンは壊されてなくて、ゾンビが飛んでこなかったんですけど、はい、いやー、これ悔しいな。いや、逆ったね。いや、武器を持ち替えました。持ち替えました、はい、なるほど。いや、武器持ち替えなかったな。バックステップとハンドガンで、はい、結構ね、やっぱりそうですね、ハンドガンの使うときにシールドを出すので、ヘッドショットが効かないので、なるほど、なるほど。その発射のそのレートが遅い分、はいはいはい、自分の球が守られるので、結構ハンドガンもちゃんと使い勝手が、そうですね、おっと、早い。うわ、早かった。早い、絶対絶対。いきなりブームやられましたね。やばい。まれ。あ、わかりました。下にいます。これ小島さんのモニターですね。いやもう一回やられたんで、ここはもう負けられないですね。2対1ですね。2対1。2対1か。さあ、とりあえず突貫しますか。少し緊張に。ちなみに小島チームはブラボーチーム。そうですね。ブラボーチームが小島さんチーム。
実はこちらに映ってないんですけど、今ブンブンさんが見えるのは上からのマップですね。そうなんですよね。あ、これブンブンのモニターにも一瞬できるのかな。こんな感じで、まだ生き残ってる同じチームメンバーに負けるとこういう感じの画面で上からで指示出しができるんですよね、アドバイスに。はい、実はズームとか特定のプレイヤーをフォローすることもできるので。そうなんですよね。1回にやられましたか。はい、また小島さんの、はい、戻してください。しかもジャマーまでやってないんで、はい、階段上がってくる。ここ、ね、結構下からと今ブンブンは画面見ながらシーチャーにアドバイスをしていて、プレード逆にデリオさんもアドバイスをしていて、そうですよね。もう一発いける。何状況ですか。これで今1-1ですね。だって小島さんちょっとカウンター練習してたもん。勝ちたいんだよ。ゲームに勝ちたいんだよ。かなり上級技です、ね。お互いがゾンビバイル出してる時に勝ってくる瞬間にカウンターを押すとかわして、カウンターできる、ね。大丈夫。向こう出ておく穴だから。俺今な全く役に立ってないから。あいつ冷静だから。これ今ね、コメントが小島さんチームのコメントが多いから、ブンブンチームにもぜひ応援コメント入っちゃうよ。全然小島チーム応援すればいいんじゃない。出たよ。全然構わないよ。ブンブン怒るからそれ。あ、早い早い早い。うわあ、やられた。邪魔壊れたから突っ込むわ。ブンブンさんは。ブンブンさん。すぐ倒したんですけど、ゾンビジャマ壊れてますので、そうですね、例えばこの銅の向こうに絶対ゾンビいると思います。いや、ほんと人生一発勝負ですから、すぐ決まってますからね。で、画面の中央に見えるのはマップなんですけど、はい、赤いスパイクが音ですね。あ、なるほどなるほど。なんかゾンビ、あのそのなんていうか、そのアイコンで相手チームメンバーがどこにいるかは特定できないんですけど、ただ不公平なんですけれども、その急に上がってるものを見ると、そこで犠牲はそこからだ、何かあったんだみたいなのが分かるようになってる、はい。実はサウンドもかなりこだわって作ってまして、はい、壁の向こうか、2つの壁の向こうまで、ここまで分かるようになって、大きさとか組み方が違うんですね。そうですね。と話してる間にブンブンチーム、いやー、はい、頑張りました。これあと1戦で決まっちゃうんですね。あとね、1戦、あと次ブンブン勝つと終わりです、はい、いや、勝ちたい。いやー、これちょっと、てか俺が全く足引っ張ってるな、これ今。いやいやいや、武器をちょっと縛んないですか、これ。あー、まあ、せっかくなら始まったんで、縛るの。どうして勝ちたいよね。縛るよ。縛るの。あのね、ブンブンチームはね、ハンドガンだけにしよう。ハンドガン、よっしゃ、よっしゃ、ハンドガンしか使っちゃダメ。よし、みんなにエンブに負けるぞ。それで、あの、2-2だったら戻そう、戻りね。2-2だったら、じゃあ2-2になったらどっちもハンドガンしますか。あ、そうしましょうよ、そうしましょう、はい、そうしよう、そうしよう。あ、今、ハンガンは遅いんですけど、先ほどの説明した通り、あのシールド出しますのでヘッドショットが効く。いや、これ負けらんないな。逆に言えばヘッドショット効かないですから、全然そんなにめちゃめちゃ弱くなったわけでもないんですよ。そうですね、だから後ろを取るか足を狙うんですけど、そのシールド出しとってなおさらしゃがんでたら非常に狭いターゲットになります。なるほどなるほど。あ、どうプレイするか見てみたいと思うんですけど。おっと、あ、壁戻って、あ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 、これブンブンが今でゾンビシールドやってるんですよね。ゾンビシールドしながらのグレネード。やばい、ゾンビシールドが壊れた。ゾンビ壊れちゃった。ゾンビ壊れちゃった。これでゾンビ先だと。まだ2人は残ってた。まだ2、まだみんな元気ですね。誰もやられてないですね。からの。あっと、あっと、ブンブンやった、ハンガンに倒されました。ブンブンが小島さんやった。あ、見つけた、グレ投げます。はい、頼む。やばい、2人残ってますよ、デレオさん。あそこか、待ってね。これデレオ、デレオ頑張り、デレオ、はい、やべ、あっと、来た、来たよ、来たよ、来たよ。多分ね、通風口だわ。わかりました。その先にいる、多分肉と海だから気をつけてね。はい、ハンドガンしか使えないからこっち、ちょうど今あのされましたね、照明の方向を這いずってるから今、まあ、階段の方です。なるほど、這いずってるよ、出てよ。今2階に行きました。このようにコメントでね、しーちゃん、はい、ボンクラ対決って言われてて、ちょっと、そうですね、しーちゃん、しーちゃん、ボンクラじゃないよ、僕バイオハザード得意なんだよ。距離が離れてますけども、ちょっと指示があまりうまくいけない。喧嘩してどっちがボンクラかっていうのを、やだー、勝った方がいいよ、しーちゃん、勝って。あのマークですよね。正面にいる、正面にいる。
もなんか遭遇しそうですね。いやこれ来そうですね。あ、小島さんアウトまであと5分。なんとあと5分。なんとでもやれ。あ、邪魔は壊れた。やるしかない、しーちゃん。行けゾンビ。これでゾンビが遊んでいくなのでね。そうそう。しーちゃんの邪魔は今壊れちゃったんで。行け。あっと、タイマー。やったマイル行った。マイル行った。やったー。やったしまった、ちょっと。マイルに持ち上げようとしたら。3、1、圧勝である。マイルに持ち上げようとしたら。負けましたけど、マジか。あれ、小島さんもう時間？時間です。あらうわ、これ悔しい。いや尺調整か、これなんだなんだ。ダメじゃないですか。いやみんなごめん、バチいただきましたよ、これバッチはこれ持ち越しですね。これバッチはバッチはあれじゃない、30パーに入れ上げてもいいんじゃないかな。ダメいやでも途中まで良かったですけど ね、期待にも高かった。本とこで感想どうぞ。感想ちゃんが感想、いや本当にもう、はい、今回2回目なんですけど、はい、やっぱりもう練習時からもずっとハマってましたね。ずっとやってましたよ、はい、やっぱりいくらやっても全然飽きないですし、やっぱり戦略性2人で行って、はい、やっぱり片方がなんか攻めていって後方は守ったりとかって、はい、やっぱ連携とかあったりとかしますんで、はい、まあ、とりあえずめちゃめちゃ悔しいです。まだまだ遊びたいです。そうっすよね、このまま、ね、地形覚えてきたよね。そうですね、地形覚えてきて、小島さん今度一緒味方でね。そうですね、また味方 です、ね、前回勝ちましたもんね。そうですね、はい、ごめんなさい、時間ということで、急いで半蔵門に、はい、今から30分後にまた10日間 TV 出ますんで、そう、まあ、マジ時間ないですから、はい、次もバイオです、すぐまたお会いしましょう、はい、また後ほどということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。じゃあこのまま CM です。 CM 行きます。